酒井。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ、生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。おい、いずこへ。弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ、味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。ふっ、幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が。10人か
それ以上。あとを追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。あやつら。民を的に弓の稽古とは何の罪があるというのだ。この中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。菰田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。巴の消息は。日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。
巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。他に何を。余さず教えた。そろそろだ。用心しろ。罪なき者はやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位。ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼす。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。
巴はいかにして弟子に。追い返そうと。鍛えていたのでしょう。天賦の才か。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広典に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、ノブ。
堺。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。堺、聞こえたか。一夜一殺。手を放って来よったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの弓術をとくと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。
容赦もない。動かなよ、カイドウから来るぞ。お任せを。どこだ？来るさ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。まずは気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。
新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。